では今日は、クライアントの先生と対談を送っていきたいと思います。この先生なんですけども、コンサルを受けていただいて順調に成果を出されている先生なので、今日はちょっとお話したいなと思います。では先生、自己紹介の方してもらっていいですか？大阪の富田林で開業している本田と申します。よろしくお願いします。教科書通りの自己紹介ですけども。はい。先生、開業されてどれくらいになるんですか？開業して、ちょうど6年になりまお、す。ちょうど6年目ですね。はい。わかりました。で、それで僕のコンサルをね、申し込んでいただいたわけですけども、なんで私のコンサル申し込まれたんですか？やっぱりホームページ見させてもらって、で、あとやっぱり実績っていうのをメルマガとかで撮らせてもらって、で、動画も見させてもらって、いろんなところに配信してるっていうのと、で、更新頻度も高いっていうのと、で、実際に実績も上げられてるっていうことで、実際に自分でやって実績を上げてる方に習いたいなというか、ただ単にコンサルティングやってるだけっていう、施術家のコンサルティングの方。で、あとやっぱ大阪っていうことで。近いですもんね。はい。結構近いですからね。でも40分ぐらいで来れました、ここ。そんな近いですか。そんな感じで申し込んでくれたわけですけども、はい。申し込んだってことは、先生もその時ね、は何かしらの悩みとか不安とかがあったかと思うんですけど、い。はい。その時でどんな状況だったんですか？どんな問題があったんですか？自費を、メインメニューにしてやっていくっていうので、2年ぐらいやってたんですけど、なかなか、正直ちょこちょこ伸びたり、で、平行線だったり、ちょっと下がったり伸びたりで、正直、厳しい状況ではありました。具体的に数字を踏まえて、言える範囲でいいんですけ言えどる範も、囲、言える範囲でいいんですけども、売り上げとか言えますか、その時の。大丈夫ですね。大体どれぐらいあって、どれぐらいが保険で、どれぐらいが実費だったんですか、その時。売上全部では多分100ちょいぐらいだったかな、110万、120万ぐらいだったと思います。で、僕はもうほぼ、というか、自費しかしてなかった。もう一人スタッフいるんですけども、その先生に保険やってやってもらって。で、自費では、40万、4、50万ってとこですね。ってことは、保険と実費合わせ150ぐらいやったってことですか？いえ、保険と自費合合わわせせてても、そん110、な、20。110、20ぐらい。おお、なるほど、なるほど。で、スタッフが取ったら結構やばかったですね。そうですね。結構大変結構大変ででしすたよね。ね。で、そうやって、その状況で、自費に移行したいなということで、僕のセミナー申し込んでくれたんですけども、それまでもいろいろとセミナーとかコンサルとか塾とか行ってこられたかと思うんで行すってけきどました。も、その時ってね、先生の中でなんでうまくいかなかったなとかってあるんですか？そのやり方通りにはやってたつもりなんですけれども、実際に行動にそこまで取れなかったかなっていうのも、今を踏まえてっていうことでいいですか？そうです、今を踏まえた。その時は、ほんまに分からなかったですね。言われた通りにやってるのに、なんでやろう、なんでやろうみたいな感じで思ってたんですけど、今回は、やっぱり具体的ですね、やることが具体的だったんです。これとこれとこれをやってくださいっていうのと、こういうことのために動いていってほしいっていうのを、しっかり言ってもらったっていうのと、ただやっぱり動画とか、いろんな、他にも受けた部分では、結構こう、投げやりではないですけれども、結構、なんていうんですかね、こうこうこうでしたって言ったら、OK です、OK ですっていう感じだったんですけど、先生の場合は、もっとこうだ、こうだっていう感じで、かなり尻を叩かれたような感じがあるまあ褒めんるで、ことがないですよね。悪いわけですからね。それがやっぱり一番良かったと思なるほど、なるほど。わかりました。で、先生の中でね、そうは言っても、結局はこういうことやった方がいいですよみたいなこと言ってるだけじゃないですか、僕も。今までもその聞いてきて、結局されてることは一緒だと思うんですね。ちょっと具体的になってる部分はあるかもしれないですけども、そうです。先生の中でなぜそうやってこう一気に動けたのか。
はい、何か先生の中でこう変わった部分ってありますか？僕 の, そのコンサル受けられた上で、なんかここが一番自分の中で変わったわみたいな。あー、ありますね、うん、やっぱり動いてるのを見てるからですかね、うんうんうん、実際に実践してるっていうのもありますし、うんうんうん、でまあ、あのメルマガとか動画もちょくちょく、うんうんうん、そのコンサル以外でも見てたんで、日々動いて、うん、日々やってるんで、うん、いやこれは自分もこれやらなあかんな、なるほどなるほど、かられました、うんうん、で今までやってたのがちょっとなんて言うんですか、まあ少なかったというか、うんうん、まあ、こんなもんでええんかなっていう思ってたところがあるんで、なるほどではいかんなっていうことに気づいたのが大きい。分かりました。でまあこの動画撮ってるのは8月なんですけども、はいはい、先生本ちゃんとこう申し込んでやられたのは4月からでしたっけ？そうです、4、5、6、7、はい、4月からです。で先月ね、一応今まで6年間で過去最高でしたっけ？そうですね、はい、の数字が出たんですけども、それって言えますか、まあ、どこまで変わったかっていうのね。ああ、うんうん、はい、うん、まあ、あの具体的に言うとあれなんで、うんうん、倍以上にはなった、の倍ぐらい。そうですね、僕もまだちゃんとした数字まだ聞いてないですね、きっと。はい、ね、120万の倍ぐらいになって、はい、保険と自費の割合ってどうなってますか今？保険が2割から3割ぐらいですよね。ほぼもう自費になってますか？ほぼ自費。すごいですね。じゃあこの4ヶ月でほんまに自費以降がほぼほぼ達成してたってことですよね、はい、どうですか保険からこうほぼ自費メインになってきた、はい、この保険メインの時のしんどさから、はい、まあ、自費メインになった時のこの感じって何か違いますか？あー、やっぱり、なんていうんですかね、あの、その価値を感じてもらえてるかなっていうのがありますね。うんうんうん、それと、予約でできるんで、うんうん、基本的にも楽ですね。なんかこう、うんうん、追い立てられるっていうのがないので、うんうん、きちっきちっとその時間でやっていったらいいっていうのがありますね。先生、今、単価いくらにしたんですか？僕、聞いた時って確か4000円とかでやってるとかいう話でしたよね。はい、はい、40分してたんでしたっけ？はい。今どれぐらいやってるんですか？今8000円。もう倍にしたんですね。はい、はい。時間でどれぐらいかけてるんですか？時間同じ。同じで。ぐらいですね。なるほど。本当は単純に倍にしてってことですね。単純に倍にして。はい。いいですね。でも倍にするって怖かったでしょ？そうですね。ね、いけんのかなって思いましたけど、ね。実際やってみてどうでした？いやもう全然。もうちょっと上げてもいい。なるほど。なんか人って勝手なもんですね。はい。一回もらうとそうなるんですね。なるほど、わかりました、はい。じゃあまあ、ちょっと喋りが盛り上がりすぎて、もう10分いきそうなんで、この辺で終わりたいんですけども、はい、最後、はい、先生、どんな人にね、はい、僕のコンテンツとかっておすすめですか？ああ、やっぱり、保険から自費に移行したい人とか、うんうん、何していいか分かれへんとかいう人は、やっぱり受けた方がいいと思いますし、うんうん、あのまあ、いろいろ受けてきてもやっぱり成果が上がらないとか、うんうん、で自分一人で迷ってる人は迷わんと、うんうん、あの成功してる人 の,、うん、あの話とこうやってきたことっていうのを聞いてもらった方がいいと思います、うんうんうん、なるほど。あの今日は突然お願いしたのにかかわらず受けてもらってありがとうございました、はい、はい、そんな感じでぜひね今悩まれてる方も、まあ、僕の受けなくても別にいいですけども誰か成功者見つけてその人の話をねぜひ聞いてもらえたらなと思います。まだよかったら、本田先生のホームページねぜひ見つけてどんな感じで作られてるのかね参考にしてもらえたらなと思います。では終わります。こんにちは、一人治療に集客の専門家前川雅治です。いつも私のチャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。私は日々治療院経営に関する有益な情報を発信しています。治療院経営をしていらっしゃる方で集客に関する悩みがある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画をスマートフォンで見ていらっしゃる方は動画下の赤いチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。また一人治療院の方にとても有益な経営ノウハウが散りばめられた一人治療院集客プログラムというメルマガを無料で公開しております。手軽に読むことができますので、興味のございます方は動画下の説明欄にある URL からご確認ください。以上、一人治療科の集客の専門家、前川雅治でした。ではまた。